はい、録音しました。あの笑顔で、あのお通夜じゃないんで、大阪店ウィーク1、18から23まで、あの前半ね、雨でね、一日めっちゃ人少ない日があって、昼間は僕だけって感じですかね。はい、ほんでお茶全然減れへんなっていうありましたけど、まああと晴れたらちょっとは追い込みで来ていただきます。はい、で今回は、全部、外部というか工房に募集かけて参加していただいた8人いるんですけど、ちょっと仕事の都合で3人ばかり来られてないんですが、ちょっとなんで大阪店で参加しようと皆さん、いやそんなのシリアスな顔しないで、誰でもいいです。えなんか無理やり、自らですよね。あれですね、もちみさんですね、タイトルの。ああ、あのそそのかされた。あの彼がいるから。その斉藤さんが、これ入った右側の壁なんですけど、その斉藤さん今日ちょっと仕事で来られてないんで、9枚、これ何でしたっけ、エプソンの一番いいやつですね。 RD ワンは初期のやつですよね。RD 詳しいな。RD ワン S とかそうですか。そうですね。はい、ちょっと不思議なカメラで。あ、今日は本当斉藤さん来られてないんでちょっとあれなんですけど、そして次の壁が、高太郎さん。はい、そうです。はい、ちょっと待ってください。さっき笑顔やったんだよね、そんな。いや、もう今は。あの、高太郎さんってこの、今はどうだこうやっても分からないですけど、ちょっと帽子かぶってる。はい。はい。カメラ、あの、カメラちょっと画面に。あ、今日は、はい。ハッセルで。最近、はい。で、これが右側、ハッセル。そうですね、どっちも走ってる。で、左っ側がローライの、はい、ローライ35です。35ですね。はい。で、まあ、いきなりちょっと謎な写真。はい。あのこれあの知ってる人は分かると思うんですけど、これあのビーツギャラリーの下です。なんで下をこう出してるのか、まあ、本人にちょっと聞きますけど、あとローライで撮ったやつがこう3枚。ちょっと高太郎さんの釈明だ。これなんであのビーズの下出そうとしたんですか。はい、いや、たまたまですね、はい、ここビーズさんあるって知らなかったんで、うん、でも夕方になって、ビーズギャラで知る前から撮ったってことですか。知る前から撮ってました。ビーツギャラリーの帰りに撮ったんじゃなくて、ビーツギャラリーの存在を知る前にこの10代立花の店をしてたってことですよね。だからビーツギャラリーは名前聞いてたんですけど、はい、私は知らなかったんで、はい、因縁ですね。そうですね。でたまたまその、はい、あそこのおばあちゃんあのなんか、はいはい、その人んなと思って、でちょうどたまたま双子なんですよ。あれえそっちの方がしちゃって、えそうなの。そうなの。下水器、下水器、下水器、下水器があるんですよ。なんかよう動いてんな、もの2人おるから。そう、なんかちょろちょろしてんな。昔の忍者やから。そう、2人おるからね。そうなんですよ。あ、ほんで、それがなんか自分の中で、そうですね、だから、まあ大大阪もあるし、はいはい、で、たまたまあのビーチさんで、はい、大阪を出すっていう企画もあったんで、はいはいはい、で、まあ最初、鈴木さんのところにお願い、出したいんで、はいはいはい、はい。でそうですよね。岡島さんそうなんですよ。ほんまはこれ7人でやる予定だったんです。あ、はいはいはい。んで1人足らない話してて、で孝太郎さんがちょうど B0 を出すのをうち作ってくれたんですけど、あの中さんがあの入ってたのを忘れてたんですけど、そこの歌詞でしょ。ほんで困ったな思って。だからあそこ3人壁になってる。ほんとあれ2分の1、2分の1じゃない。なるほど。はい。まあそんなあのね、血の生臭い話は。で、あとこれローライの35。はいはいはい、これ紙変わってますよね、プリンターの紙はね、まあどっちも、ハッセルもローライもどっちもデジタルなんで、フィルムですよね。はい。はい。キャッチャーものを、まあ
あとちょっとレタッチをまあフォトショップでやって、はいはいはい、で、まあ、紙はピクトリコとイルコードで分けて。のピクトリコはあれなんていうんだっけ。確か月光、月光ですね。あ、はいはい、あ月光は赤、緑。青でやってます。いや、ある意味これアクセントになってて、ああでもこれ大阪をね代表する店でも何でもない、何でもないですね。はい、ある種これ見た人はでもここ来られる人はみんな大体これ目に入ってるから、そう結構ね楽しんでくれるっていうか、何回もビーツ来てくれてる人はこの2枚見て、すごいやられたか、うん、満載なんかね、ちょっとね狙った感じがすごいね。狙ってるように見えてたら狙ってなかった。狙ってなかったですね。たまたま、たまたまですね。因縁でくる。そう。たまたま撮って、でたまたまこの企画があったっていうだけ。これ見てもらうと分かりますけど、どんな額でっかいね。これ。いや、大人の余裕でしょ。これ、ね、写真これなんですけど、額これ、これ学でいやどんなサイズ？いや、もう多分でかいですね。でかいですね。もらい物だったんです、その学。そうですね。同じものにもらって。某フォトピアです。某フォトピアさん、はい、某ビートピアさんです。はい、え、2枚だけですか？ね、他にもね、オーパーマットとかのマット付きのものとか、いや結構もらった、いただいたんです。あ、ますか。ほんで、それをいい、ね、使ってるわけで、使うのが一番ね、まあ、報われるっていうかね。そうですね。まあまあまあ使わないと、ね、もうちょっと草葉の金から、喜んでると思う。喜んでる。死んだみたいな。いやいや、怖い怖い。怖い怖い。で、まあこの3枚またね、なんかこう、この黒さがね、特にこの黒さとこの黒さはちょっと違う。うん、いいなと思いますよ。ありがとう。はい。結構これ好きっていう人が多かった。あ、そうなの。このなんだこの写真が。そんなには暗くなかった。はいはいはい。これも結構レタッチしてるんですか、この下のやつ。あ、レタッチしてますね。はい、かなりレタッチは。これ同じ日ですか。同じ日です。はい。この全然レタッチが違うよ、ね。ああ、すみません。面白いなと。はいはい。でそして次の。小林さんも今日ちょっと都合悪くて、夜の、まあ御堂筋みたいな感じで撮ってると思うんですけど、ちょっと本人いないんで、作品の話はちょっとしないで、これが、中さんですね、はい、忘れられてた中さん、ちょっと待ってください。はい、ほら完全に彼女に見てる。忘れてたんだよね、事務処理してなかった、ね。そう。さっきあんだけ言うてるのにもうね、もう前出てくるっていう。いやいや、この一番マッチョな。はい。別にゲイじゃないですよね。中さんの作品は、新世界ですね。はい、そうです。これ大声出したら全部聞こえるぐらいの距離感にある。エリアですよ、ね。狭い世界です。はいはい。ある部分なんか大阪といえば新世界っていうか。でこの場所をなんでここにしようと思ったんですか。この場所。新世界にしようっていう。まあいろんな場所ありますよね。最初撮ったところが、まあ、大阪で微妙に分かりにくかったんで、はい、とりあえずコテコテにしようかなと。ああ、まあ。せっかく大大阪ですね。はいはいはい。一応タイトルあるんですね、これ。一応裏表ですよね。表通りと裏通りです。はいはいはい。これだからおっさんって話ですか。これ見てね、僕ちょっとゲイかなと思って。そういう趣味の人もいるからね。あんまりプライベートなんで。そうそう。はい。ちょっと今ホッとしますよ。違うって聞いた。はいはい。これがね、通天閣がね、見えてないのがいいなと、はい、普通ここ誰も撮る場所ですよ ね。でも通天閣がちょうどね、ズボラに隠れるんですよ、うん、これは結構ある種チャーミングなんですね。うん、火で撮ったらなんかど
かでもあるような、はい、ズーガイのあれ、ググをメインにしてるわけじゃないですか、はい、はいはい、これカメラあれですよ、もう一回ちょっとカメラ皆さんに、はい、すごい、うん、すごいカメラですね、D3X です、あ、D3S です、D3S でこの、の大阪で割とベタなとこを撮ったんですよ。あ、もうじゃなくて、いやいや、これもうちょっとね、あの奥の方行ったらね、撮れないです、裸一貫で帰ってこない、それ僕のことです、いやいやいや、またおい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 、どうですか、こう、こう展示してみて、やっぱいろいろ他の締めて勉強ありましたね、え、勉強、あ、こういう撮り方はこういうのあるんだ、あ、でもあえてなんかこう一番あの外すエリアやと思うんですよね、本来、うん、本来はこう大阪らしいのやるよって聞いて、普通は絶対あえて外すのを、うん、堂々とやってるのは僕はある種気持ちよかった、うん、それはまだ D3X でやってるのかな、うん、あのちっちゃいカメラでちょろちょろっとスナップしてないのが僕はしっかりと、しっかり撮ってますよね、やっぱりそれはなんか良かったんじゃないですかね、なんか、うん、相手になんかこう何やろ、敬意を表してるみたいな、うん、一番ベタなとこを一番高いカメラで撮ってるっていう、なんかそこがいいです、いやいやいや高いね、エラ高ですけどね、あ、うん、いやまあね、こう 寝てる人が好きなんか、おっちゃんが好きなんかどっちなんですか、おっちゃんが好き、あ、やっぱりね、やっぱり、うん、いやちょっとね、疑惑があるんで、はい、気持ちがさそう、いやいや、一応さっき NG ワードないですかってね、うん、ちなみに僕同じ人撮ってるんですよ、え、実はなんでわかんの、いや、あのね、このお尻僕見たんで、いや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 このね、いや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 、通天閣のね、はいはい、通天閣の日本橋の電気街の人にこの人寝てたんです、この場所じゃなくて、また別所で寝て、ケツ出してです、はい、全く同じ支柱で、僕これ3カット撮りました、あの日本橋側 の高速の下の、いや、こんなもんケツ出してる人っていっぱいいるじゃないですか、いや、明らかにこれ、え、この、あ、ケツの形で分かった、そうです、僕これ3カット、ああ。さすが、で僕撮ってる横にパッと横見たら、はい、むつみさんも撮ってます、あ、うん、あ、撮ってたかな、横で眺めてた、これそうなん、こういう趣味なんですか、ちょっと出すの、あ、チラリズム、あ、チラリズム、あ、平成のチラリズム、ちょっとなんか読んだり呼ばれたりしてた、そうですよカルマです、はいはい、はい、でその次にあるのが、まあ、今回一番の謎、謎、ちょっと待ってね、ちょっと本人ちょっと、魚崎さん、これセルフですよね、そうですね、今日衣装を着てきました、あ、作りました、出来上がっている、ほんまや、すごいな、このみんなこれ見ながら、クエスチョンだったんですよ、レコーディング、まあ、一応順番が、謎ですね、露出が難しい、謎ですね、これはこれ動画で見たい、これあ、もうこれが動画でいいんだよ、これ順番にずっとこう動かしたいぐらいですね、で最後こう、あ、うん、いいですね、まあ、で足がでもちょっとだけ見えてますね、ここがいいんですよね、はい、これあの今回あの大阪展って知ってました、知ってたんですけど、知ってました、なんか、はい、まあ、みんな、うん、まあ、大阪の写真を出す、撮りそうなところは絶対嫌やって、うん、包みながら、いや、もう長さみたいな写真はもうアホかいうことです、そういうことじゃなくて、なんか、はい、私が撮っても知らないかなと思って、あ、かっこいいな、鉄のコンセプト、なんかね、中津なんで逆にベタかなって思ったぐらい、うん、これ中津って誰も分からない、なんでか分からないですよ、これ中津何が来てて、サンピリオネ、どこやねんって中津って中津、これは分からない、中津の高架下の倉庫、チャップリンとか書いてある、
と思うけど、そんな分かる人いるもんね。まあちょっと分からん、住んでたりよう行く人しか分からない。いや僕てっきり倉庫業かなんかしてお父さんの会社の前でとかそういうのじゃないですか。そういうわけじゃない。そまあそうかそうか、ね、倉庫業やってるわけ。でもまあね、中津、別に中津を取ってるわけじゃなくて、たまたま中津でこうセルフね、中津であることの意味は一応あって、はい、その戦前の風景が残っているらしいんですよ、うん、から、うん、なんか戦争っていう大きいショックがあった時に、うん、どういう過去を自分がいて、どういう過程を経て、どういう未来になるかっていうことを、あの 3列で表現します。コンセプチャー説明した方がいいですよ、やっぱり。いや、あの説明はいうか本人の意図をね、はい、あのそれが出てる出てない別にして、本人の処方箋じゃないけど、これはあのこういうのに効くんですみたいなのがね、そういうことでした。うん、ある意味これあの食べてええもんか、あの触ってええもんかちょっとわからないとこあるんで、だからこの僕もこれコンセプトっていうか聞いてないじゃないですか。だから僕は僕なりにね、こう増えたり減ったりするで、あの町ってね、初めから人いるわけじゃないじゃないですか。でこう人ってだん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 こう増えてきてね、でまあそのなんていうんですか、栄えたり、衰退したりするわけじゃないですか。で一番最後の大阪がこれね、そして誰もいなくなったみたいなっていうことなんかなと思ったんですよ。うん、大体そんな感じ。大体そんな感じ。ほんでそのなんかコンセプトがどんな感じなんですか。ウィキペディアで、はい、大阪っていうの調べたら、え、調べたの、出てくるでしょ、なんか出てきて、出てくるでしょ、なんかモガって書いてあって、何、うん、やねんとか、モダンガールじゃなくて、うん、そう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 、なんでそれで服装の着想があってたんですよ、うん、なんかあ、その時代の、そうなんですよ、大阪と呼ばれてた時代の、もう朝ドラのパクリなんですけど、うん、僕は、うん、それであのこういう服で、はい、まあ、モダン、まさにモダンな格好をしてるけれども、うん、まあ、大阪って繁栄の象徴やと思うけど、うん、それについていけなかった人っているんじゃないかなと思って、はい、そういう服を、いや、それについていってない人の展示ですよ、これは。ついていけてない。ある意味そういう人も見ていいんじゃないかと思って、はいはい、そういう人を置き台にしたくなかったんで、うん、なんかあのそういう服を着つつも表情すごい暗いんですよ。まあそうですよね。例えばその写真でちょっとあの未来の自分を見守っているところがあるので、うん、未来なんかこう救いがあるっていう人が、うん、でも最後誰もいなくなってるっていうか、東京っていうか大阪捨ててるんです。どうもそういう感じしたんですよ。これ大阪にはもう人なんかいないんだよね、いうか自分もいないっていうか、そんな気しましたけどね。確かに言われてみれば、なんかその後に絶望的な過去にまた戻ってしまうのか、それともその人が死んでしまったのか、あ、それ言うてきゃいろいろ想像でこういうことですよね。ちょっと違う。めっちゃうの。でもちょっとなんですね。いや、いやいやいや、でもその絶望的な過去っていうかね。いや誰だって初めからね、はい、あのケツ出してると思わないですよ、小学校の頃に。あ、そっか、そういうことか。いやいや、いろいろ人生いろいろあるじゃないですか。深いですね。深いです、この番組深いよ結構。そっか、うん、いやだから君のこの何やろ、糸っていうのはこれ歩くね、全部作ってるわけですから、はい、そうです、こう順番も重要じゃないですか。すごい重要ですね。かなり短時間ですよ、これね。ほんとにね、僕もね、昼前思ったんですよ。違いますよね。夕方です。夕方なんですね。かなり1時間ぐらい粘ってそれ道時間で撮った風には見えないんですよ。すぐこれ手際よく言ってるんだろうなって。いや、そんだけできてるんですよね、絵が。そういうこと。頭できてなかったの。もうそんな言わんでいいよ。その通り。言わんかったかった。できてるって言うてるの。私はこういうもんですで、やってみてどうやったんですか、結果。こう貼ってみて、自分で客観的に見てね、なんかほんまにお願いした通りにしてもらってすごい嬉しかったんですよ。いやほんまにね、この間開けろ開けろって言われて、横の作品とギリギリじゃないですか。でもう泣きながらやってた。上さんです、下さんです、そうそうそう、下がった、そうそうそう、赤いそうそう、無理な。でね、ほんまは首もあんま NG やったんですね。首じゃなくて、なんかもうちょっと浮かすとか言ってなかったです。
なんか言ってたんですけど、だからね、その A4 で、まあ、モノクロなんで、すっごい地味だと思ったんですよね。前にそのライムライトさんで、でけえあの B0 の肉の写真を出して、はいはいはい、なんか、あのそのインパクトがまだ違うから、いや、いいっすよ、かぶせてください。どうぞ、かぶせてください。いやいやいや。なんか、うん、インパクトないと思った。だから、はいはい、こういった方がまだいいかなっていうふうに思って思い出してた、はいはい、でも、成功っていうか、ありがとうございましたえ、ずっとモノクロやってるんですか。いや、そんなことないです。前もニック、ライムライトで出してたやつ、B0 ね、ニックなんですよ。うん、でそれモノクロ、ニックって肉の写真、お肉、はい、お肉、生肉ですね。生肉の豚、牛、鳥です、ね、鳥や、いろいろやりますけど、鳥って、ね、それモノクロなんですよ。モモいや、肉って別にどこでもいいやん。普通スーパー言ってたら、あ、被写体だってなるんですよ。はいはい、絶対ずるぞ。え、モノクロ好きなの？好きですね。なんかでも、光と影を強調したい時に、はいはい、モノクロやろうって思いますよね。いいこと言いますね。そうですか、うん、結構正解です。だから光も読めてないのに、平気でモノクロやるやついるんですよ、うん、だからそれだったら意味ない、カラーの方がいい。やっぱりその光と影はモノクロの方がシンプルに ね、 そうですね、表現しやすいのは正しいです。うん、あれカメラ何使ってるんですか。40D ですね。師匠がそれで舞台撮ってたって言ってはったの。ニコン 40D、 今日はキャノン 40D。 あ、そうか、 D40 じゃなくて 40D か、はい、あ、まあまだ全然謎解けないですけどね。解けないですか。いや、ほんでもこれがあるから反対になんかいろんなやっぱ欲しいね。いや、この隣にね、いいこれあるし、その隣にこれあるし、ね、ちょっとチャンネルがね、これもあるし、めっちゃシュールですよ。ある内容によったら。すごい好きです。うん、こんなあのだからこういうの見たことない人も世の中でいっぱいいますから ね、 ね。こういうとこ。シチュエーション、ね。もう大阪っていうか特別なね。まあ渋谷にもおりましたけど。うん、そうですよね。で、そのままこれあるわけですから、なんか、まあうんね、ある種、なんかこう、お互いの、なんかないとこっていうか、こう、いい意味で、なんかこう、バランスよくなってんなと思って。日中がすごい。どんな考えたと思う。6時間ぐらい話して、ね、コントね、いや、こう順番でだいぶ変わるでしょ。うん、なんか、うん、友達からのメッセージで、うん、順番すごい良かったって。うん、メッセージだよ。ほんまにね、半泣きでやりました。はい、半泣きでやりました。で、その横にまた、ロドリさんの隣に、こっちの壁はこうなんですけど、また、中さんのモノクロ版みたいな、松田さん、ちょっと待ってください。松田さんは、音にうるさい松田さん。はい、松田さん、はい、松田さんです。PA。はい、今日なんでそんなにいいカメラ持ってるんですか。え、いや、その日の。え、これで撮ったんじゃないんですよね。これで撮ったものはなかったと。あ、これで撮ったものね。はい、今のこちら、これは RE ですか。R、あ、6.2 か。はい。で、松田さんが、一番多いです。ありがとうございます。スペースとかそんなの何も考えてない。考えてない。考えてない。自分さえ良かったらいい。自分の玄関で 1.5 測って正方形作って、そこにこうやってガーッと置いて、あ、置けるでしょ、半分ぐらい置いた時点で置けるなって、そのまま送り込んで。でも縦横ありますからね。ええ、そういうこと一切考えてない。一切考えてない。PA です。ポイントより。はい。静止ですかね。これほとんど西成エリアですか。実はですね。はい、新栽培、まあ、道頓堀でありました、はい、これは新栽培です。これは千日前ですね。あ、パチンコ屋の並び。で、ちなみに僕全部ちょっと取ってないんですよ。これはどうですか。これが引っ掛け橋ね。あ、遠い。ああ、はいはいはい。そうですね。あそこであのちょっとあの取り物帳がありまして。あ、それをそれちょっと置いて。中さんじゃないです。じゃあ、はい。じゃあ、キードワンドにそれはそうですね。モラル。これはどうですか。これ西成の、はい、東、これなんか揉めてるんですか。
そうです、揉めてたんです。いや、あの僕がこれ見た時にあのおじさんが UFO 見たってみんなが信じてない、俺があそこで見たんだっていうのを指定してるんです。それはほんまですか？え、今作ったの？いや、いやこう撮ってる時にそうなんですよ。 あの人は絶対 UFO 見て今一生懸命説明、一生懸命説明してるんですよ、あのおじさん。いや、上向けてますもんね。そうですよ、ね、そうで僕はこれタイトルちゃんとついてまして、鳥を見たっていうタイトル。関係ないやん、関係ない、関係ない、関係ない。あんまり喋りすぎると落ちない人やなってだんだん分かってきました。これはどこですか？これ日本橋です。日本橋。あ、これ日本橋の斎藤桃源さんです。さすが。で、これが道頓堀。道頓堀の、はい、これが笑顔、素晴らしいじゃないですか。声かけられた。え、これ声かけたんじゃなくて声かけられたんですよね。かけられた。かけられた。たこ焼きの説明してくれって言うから、あれたこ焼きっていうのはね、あ、キニコと。ああ、だから旅行者なんですね。そうですね、関東から来られる。はいはいはい。だから仲良し2人組の親子2人組ですね。はいはい。はいはい、ほんで、これ、アイリンジクですね。俺、ね、これミリカね、あの、冷蔵庫。冷蔵庫。ああ、僕なんかね、なんか缶オケ出させんだろうね。いやいやいや。これ、下いまあ、おそらくロシア行きだと、はい。で、これあんまり映したら、多分マザさん連れて行かれるから。これ日本橋ですね。これあのメイドお家のカフェのバイト帰りなんです。追いかけてますよね。追いかけてません。すれ違いだもん。いやいや。基本的に追いかけてません。何枚も撮ってるやん。いや、これ言うとくけど、これ、うん、4カットですよ。ワンプッシュですよ。ワンプッシュ4カットですよ。カメラ。連写という。連写、いや、レンズが4つついてるんですよ。カメラに。バビロン4っていう。レンズが4つついてるんで、ワンプッシュで分割して ありましたね。いや、ありましたじゃない、あるんです。今もあるんです。現行品。現行品でございます。僕、これ、絶対ずっと後追いかけてます。わざわざ、そんなやばなかったし。あ、そうなんですか。振り向きたんですけど。これどうですか？これは、ちょっと、花園の交差点の。あ、そうなんですか。西成です。ね、なんか、この、夕方のこれが、M6 でした。ライカ、ね、ライカ M6 で、結構いろんなカメラ好きですよね。そうです、その日の気分で。ね、これレンズなんでしたっけ？ゼミルックスの1点。ね、結構持ってるんです。そうですね、はい、持ってるんです。もう中さんと同じぐらい持ってる。いや、俺持ってないですね。ドームですよね。男ならやっぱり銀次までじゃない。キャッシュベル、キャッシュ。これもライカです。ライカ M6。ね。これは何ですか？プラステとか。いや、違います。これ、プラステ持ってないです。持てないです。3F です。で、これほんとはさっきの。バビロン4です。そうです。あのさっきのお姉ちゃんなんですけども、同じ感じ。なんかそれ信じられへんな。なんでこんな動き変わるんですか？いや、僕歩いてるから。僕歩いて近づいてるから。だからこうタイムラグがこういうアングルなんですね。そうです、タイムラグが3種類こう選べるんですね。これ面白いですね。でこれカッカッカッカっていうタイプ、これなんかカッカッ、ああ面白いんですね。うん、これもライブです。そうです。ああ、一眼レフはないんですか、この残念ないですね。あ、全部レンジファインダー機で入れてきて、でこの一番でかいのがナチュラクラシですね。ああ、これがナチュラ。これがナチュラですね。なぜかナチュラ。なんでこれが一番でかいんかっていうみんな疑問を持ってました。ナチュラクラシックが生産はあるんですよ。いや、そうなんか。それで記念に。全然関係ないやん。じゃあ、なんで大きいんですかいう話を。はい。この写真が。なぜ大きいのか。はい。ちょっと見てみたかった。この中で一番でかい。でかいですよ。でかいでしょ。だから、その一番でかい写真が、僕やったらね、例えばだからこれやったら分かるんですよ。いや、これでかくしたら来ますよ。これやったら分かるんですけど、なんでこの親父がでかいねっていう話、なんでなんですか。いや、特に言うなよ、縁があったんで。あ、ちょっとこれ、この粗いのちょっとでかいので見たい。これほらすごい気に入ってる写真なんですね。一番この12枚のうちに一番最初に一番にこれは絶対出すね、出したものがそれ一番目だ。自分の今回の一番の自信作っていう。自信作ってそうですね、心のよりどころ。ああ、はいはいはい。でもみんな、なんでこれが大きいんですかとか言う人が多かったです。あ、そうです。あ、またメールしてください。質問があります。一言カルマ、返しのカルマ。
はいはい、縁がありました。いやまあホルモンね、あの一番バラエティに飛んでる、飛んでます、ね、で唯一1枚だけ東岡なんですよ実は。あの12枚どれですか、みんな、あ僕取ってないんですよ、取ってないです、ね、あの取られてない。いやどの部分ですか、これ実は伏せの駅前なんですよ。ああ、みんなこれ忘れてる。伏せの駅前には細い路地があって、そこに行っていくと、はいはい、潰れた歓楽街がある、あるんです、はいはいはい、で、未だにそのこと、僕昔ここ集金行ってたの、ヤングの頃にサラリーマン時代集金行ってたの、で、行ったら未だにその看板も全て残ってて、何も変わってないんですか、何も変わって、変わったな人がいない、あ潰れてる、はいはい、意外に松田さん若く見えますけどね、結構言ってますね、マスクでよろしくすいません、なんか画面上ではなんかあの大学生みたいに見えるかもしれないですけど、そろそろ豪華現象ですよ、はい、結構来てますけどね、はい、そういうの言うとだとね、なんか若い人がなかなか昔の話してるかなって、ね、若い人がなんでこんな写真撮るんだろうってね、なかなか悪いんで、はい、でその横が、ノジさん見ましたか、大丈夫ですか、大丈夫探したね、差し入れ来ました、差し入れ来ました、差し入れ、ありがとうございます、伊藤さんです、中野さん、はい、あの飲むと人間があるいやいや、あんまり大丈夫、そっち気がかんないから、そっち気がかんないから、大丈夫、大丈夫です。大丈夫ですか、大丈夫です。大丈夫です。いや、それは良かった。男前は取られない。今回この色にしようと。今回はやっぱりあの大阪ということで、あのちょっと古びた大阪のスタイル。水面とのイメージですね。そういうのを出したくて、まあ、あえてあの頭の中でそのプロセスで、はい、でそこからまたさらにちょっと色を、はい、グリーンをプラスして、はい、黄色をプラスして、はい、作りを結構なんか酔っ払って撮ってたんですね。いやそれ言われますけどね、あの撮影する時はもう自宅で撮ってます。えそうなんですか。撮影後に飲みに行く。あ、これ飲みに行く前の写真なんですか。そうなんですか、はい、ただ私はやっぱりお酒好きなんで、はい、夜の写真っていうのはやっぱり少ないです。でもこれは、はい、あの飲む前に撮影できました、はい、いつもそんな夜を撮らない。そうですね、だいたいもう6時過ぎぐらいの酔っ払ってで、カメラは持たないように6時過ぎに。え、それは毎日の話ですか。そうですね、日々日々。え、酒屋さんからそういうの。いや、なんか飲んだ時と飲んでない時と人間性が全然違う。それ誤解ですね。噂はかなり暴君かなり大きな話多くなってますよ。だからこれも飲んで撮ったからいつもと違うテイストなんで、それはもうあえて。あ、まあ、これ印象的ですね。僕これやっぱ一番好きですよね。なんか神いいですね。神なんですよ。神はあのエプソンベルベットファリンガとか、それ現行で今でもあるの。あります、あります。なんかね、いつもモノクロが割と多いですよね、中野さんは。そうですね、ね、はい、なんかこのこんな色で見せるっていうのはあんまりなかったのね。そうですね、ですから、まあ、普段はやっぱりモノクロっていうのがやっぱり多いんですけども、うん、はい、まあ、今回ね、あのビーツさんが、はい、そういう、え、ビーツ仕様なんですか、これは。やっぱりえ、このままライムライト持っていたら怒られるんです。いや、そうなんですよ。これはやっぱりデジタルっていうことで、やっぱりこういうのをやっぱり一番受け入れてくれるえ、それ怒られるからこっちにしかないとですちゃうんですか。いや、もうほんでもね、結構人気だから、うん、なんかこうどっちかというと、なんかやっぱりこう大阪っぽいっていうか人情的な多いから、うん、その中でやっぱこうすごい一番クールな部分、ある種ね、魚崎さんのと同じぐらいクールかも、うん、北なんですよね、だから
そうね、全体では南の写真が多くなんか、そうですね、北ですね、はい、北の写真なんで、うん、結構そういう意味だらなんかこうね、もう何回も出しすぎかもわからないですけど、好きやな、出るぞ、出ました、こればっかりではね、もう一回出るから、いや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 、やっぱりこう見る方もね、マニア以外これそんなにね需要ないじゃないですか、だからそのね、その中でやっぱりなんかこういう写真見た時にね、いいと思うんですよ、うんうん、いやほんまに夜もうちょっとね見たいです、そうですね、うん、ちょっと酒は控えて、ね、いやいやいや、もっと飲んでとったらどうなの、いや、もう席に飲んだらね、カメラなくしますんで、カメラ落としてしまいますんで、ね、ああ、もう撮影するときはもう飲まずに、飲むときはもうカメラ、よっぽどなんか昔あったんですよね、いや、飲んないですけど、なんか、飲んで、なんか一回人生ワインになった、ないですか、ワイン、大丈夫、大丈夫、ワヤとか言って、ワヤって、いや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 、昭和集団、まあ一通りこれで見たんですけど、あ、そうか、最後、ちょっと、はい、これもモノクロで、いやもうほんまにね、山田さんはね本格的に、いつも山田さんといつもペアで出してるぐらい一等車さんです、いつも一緒なんですよ、はがき見たら中野山だ、中野山だ、もうほとんど2人で演じようか、そうなんですね、一番多いですよね、2人、いや、そうなんですよ、やっぱり山田さんがダントツで、あ、山田さんも基本的これデジタルでやっ、あ、そうなんですね、GR デジタル、ね、結構モノクロのデジタルはもう昔からやってられる人ですよね、結構うんちくんがね、今回も出たかったらしいんですけど、ちょっと家庭の都合で、うん、ちょっといないんですけど、はい、また出た言ってましたね、一応一通りありましたけど、なんかないですか、言い残したことないですか、え、なんかないですか、何でまた多分、いや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 、まあ、ほんでもうね、カラー6、あ、4人と、モノクロ4人が申し合わせたようにあってよかったなと思ってるんですね、これ、もともと混合だった予定だったんですよ、あ、混ぜるっていう、半分カラー、半分モノクロの組み合わせっていうのをやろうと思って、はいはい、え、これなんで変えたんですか、いや、手焼きはもうちょっとちゃんとやってみよう、ああ、はいはい、はい、それで終わる、手焼きやってみよう、はい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 、え、それも、どっちも銀円ですよ、ね、そうね、デジタルと混ぜるって言われてない、あ、カラーってはい、あ、カラーはデジタルでいい、あ、デジタルのカラーと手焼きのモノクロで最終的に自分の手焼きを選んだ、そうです、オール手焼きにして、あ、はいはい、うん、いや、なんかね、バラエティに飛んでてよかったと思うんですよね、面白いですね、うん、最初入った瞬間すっごいカオスやな、俺が見てたんですけど、ああ、まあバリエーションっていうかバラエティ飛んでたからね、うん、いや、それもあれも並べ方ですよ、いや、それは中野さんのとね、松田さんのが並んでたらね、きついじゃないですか。あ、焼肉屋の煙みたいな感じで、そう、やっぱりそう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 、カヌー、もうだブティックは嫌がるじゃないですか。ああ、そうや、そうだよね、そうでしょ。だから順番はね、うん、だから一番初め何を誰もというか一番ないんです、うん。で、一番ある種クールな斉藤さんの。年写真が一番やなと思って、うん、あれいきなりね、お尻から来たら、うん、お尻から来たらどうなんかなと、うん、それか、そうなんだ、だからそのね、魚崎さんから来てもね、ちょっと、ね、大阪店っていうにはなえられへんから、ちょうどね、今基準ですよね、そう、濃いコーナーに入れられて、うん、よかった。おっさんコーナーみたいなね。精力ありますよ。そう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 。だからそれがあったんですよね。うん、いや、こんだけね人の写真が出てくると僕思わなかったんですよ。うん、
なんか人多かったね。多いです。うちそんな人を取らないんで。ああ、よかった。いやだから感情線一人もいなかった。誰もいないです。みんなその前感情線がだから、そうそう、外すの絶対外すそれだけ。人でもね、これからなんかね、僕も平気でさっきからもう一回映しましょうか。あのね、今後こういう写真はね、もう難しくなるっていうか、あの発表できないっていうか、顔映ってたりしたらもうアウトです。だからね、スナップでね、もう難しいんですよ。だからほんま、ま、あの松田さんのもう半分近くは出せないよ、大手で。あ、大手でね。例えばニコンサロンでやりますとか、あの例えば写真集でいうとか。ニコンサロンで並ばないし。いや、そうなってきたらスナップはね、柔軟なんですよね。だから僕、あの別だけで僕別にスナップを否定してるわけじゃないんですけど、展示ではスナップで別に出せると思うんですけどね。その辺が、うん、難しいです。もうこればっかり映ってこの次にね、いや意外にこの次にやっぱりこういうの見たい、見たいかなみたいな。いや、お尻とかそんなのね、なんかこれでね、お尻出してたら僕最高傑作だよ。いやでも、でも質ってあんまりなくて、なんかあるんかなと思う時があって、いや否定してるわけじゃなくて、その人たちいや、彼はこれね、まあ、まあ、なんか誤解される言い方で、これ一番惜しい、ボスが出したらするでしょ。だから ね、最高傑作だと思う。そうですか。あの、参りました。いや、今の意味がもうぶっ飛ぶ。この状態ってぶっ飛んでたとしても、自分に関わりはないぶっ飛び方なんです。だから別に危害ないんです。これが、ああ、そうなんみたいな。でもこれ一枚でもね、まあ仮に出してたらするでしょ。だからもうね、ちょっとね、そうですね、あの理屈じゃないんです。理屈じゃないんでね、もう乾杯なんです、ねえ、いや、そういう、まあそれがだから、まあなんかこうメイク写真とか作り写真の面白いところです、うん、これドキュメンタリーで怖いですよ、ケツ出してたら、ね、どういう人やねん。そうそう、だからあのメイクとしてなんかこういろんな仕掛け、もっと作ったらいいんちゃうかな。いや、もうあの結局写真って目に見えるものしか見えないから、もうちょっとこうあの手この手じゃないした方がもうちょっとなんか見る人がね、やっぱこれちょっと謎のままで終わってしまうのはもったいない。もうちょっとこうね、印象に残るようにして。逆に分かりやすすぎるかなって思う。いや、でも分かりやすい、一番難しかったんですよね。そうですね、誰もその中身が分からなかったですか。そうそう、これ T シャツで生まれるのに大阪って書いてくれたら、漢字で大阪って書いてくれてたら、僕もっとね、もっとこれ話題なんで、このポーズでいいから、いや、なんかもうちょっと欲しかったな、うん、あのその伝えるっていう意味で、あまりもちょっとシリアスなね、ことになりすぎたっていう。はい、ね、シュールな写真なんかね、パッと見たら、はい、上田庄司っぽかった。ああ、そうですよね。でもその横見たら、はい、あの酒のあれが、はいはいはい、血出して血判決がこう、はいはい、それなんか台無しやったっけ。いやいや、その並び方考えてるなって。いや、考えますよ。いや、だから誰かが得する損するじゃなくて、こうお互い得する並びって何かないかな。あのお尻で入れるわけですね。で、中で入れる、そうなんですよ。だからなんかあの暑苦しさが結構良かった。まあ、で暑苦しいと思いますよ。そう、うん、ってことやった。僕は風通し良かった。なんか今のやってるね。いや、ほんと反対にね、中野さんの横にあったから。そうですね。あのクールな写真の横にモノクロがある。いや、だからあの損した人はまあいないと思うんですよね、その並びで言うとね。なんか言い残してる。中野さん大丈夫ですか。大丈夫ですか。起きてますか。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。あ、もっとこう言いたいことをこう、最後なんかないですか。大丈夫です。すべて。すべて。もう全部言わせていただきます。あの言いたいことを言いました。え、なんか言いたいことないですか。言い残したことないですか。言い残したことない。いや、常にもうわからないじゃないですか、このまま。まあね、だとして。はい。今ね、チラ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 なんかね、心霊写真じゃないですよ。あの孝太郎さんの言っていいんですか、はい、孝太郎さんのね、奥さんが後ろで隠れてるんですよ。
あのもうちょっと顔出して。嫁、嫁がね、先からね、この後ろがチラチラ見てて、心霊写真のようなのが、あのちゃんと顔一回、一回顔パッと出しますよ。あ、ここにあの、こうだほんの、あの、嫁が大丈夫な子ってこういうの言うんだよね。あ、そうだ。お前ことまとめたら、まとめたら。なんか、あの、あれがないですか。でもなんか、いろんなね、大阪の見方があるんやなって思って、思いましたね。まあね、これ1で終わってたら美しい話なんですけど、2まで。来週はすごい楽しみだね。来週もっと大変。来週はもうすごいんですよ。いや、細々と。そんなこと言わない。曲の被らないようにね、しないと。なんか、なんかなんかこれ、仮、方までやったら大変ですよ。大変。で、被ったらダメっていう。ノーカブリ。うん。ノーカブリでやろうと思ったら、もう2が限界。いや、ノーカブリって言ったらもう、和歌山の県境か京都県境かあの辺行かないです。まあほんの今回濃かったから、まあ来週は多分ほとんど人落ちてる。まあうちの本来の姿を出せて、反対に人を出してくれてよかったから。斎藤さんの写真ばっかりが来てたら、ちょっとキャラかぶりすぎるところだったから、もうそういうのでよかった。あの、起きてますか？なんか相席の居酒屋の人になってましたよ。大丈夫すっごい味わってました。大丈夫ですか？そうだろう。結局なんかもう居酒屋の結局、来週は、25日火曜日からウィーク2がビーツメンバーだけでやるんで、今回8人やったんですけど、12人なんでちょっとスペースが狭い分、そんなにあの大暴れできないかもわからないですけど、細々とやってるんで、あのお時間があればよろしくお願いします。今日はもうこの辺で、はい、この辺で。あのね、あの久々ですよ、こう飲みながらやってたのは。あ、ほんまですか。はい、はい、いつもね飲みながらって、あの NG がいっぱいあったんですよ。後で削除してください。今日ほどの割と平和なんで、ね、中尾さん暴れてないだけで。ありがとうございました。ありがとうございました。出るかな、こんな話。こんだけ、こんだけ。